その小刀は幼い私を拾って育てたのは祖林州掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。成仏できたみたい。